さあ、これまでのコンパルトリーで第2位の成績です。ロマノーワ、ヤロシェンコ組です。他のペアが小的な要素がたくさんあるのに比べて叙情的に表現してみたいという話をしていました。なかなかブルースの表現がよく表れてると思います。ソビエトでナショナルで第4位につけてるんですね。非常に変わった終わり方です。いや、素晴らしいですね。もうディープエッジで大きなカーブをきれいに滑ってますよね。そしてまた2人 のユニゾンで調和がとってもよくきれいに見えますよね。はい、ですからとても高得点マークすると思いますけど、このロマノーワ、ヤロシェンコ組の上に同じソビエトの、メルニシェンコ、カシコフ組という人たちがいるわけなんですけれども、さあどれだけ迫れるか。コンポジションが出ました。高い得点です。これはもう一番最初に滑った、チェコのストロンダローはブルジー組よりも上回りましたよね。そうですね、やはりスケーティング自体がこのカップルの方が上だと思います。はい、さあプレゼンテーション、この得点もチェコのペアよりも上を行っています。